アナ、改めてありがとう。こんな俺と婚約してくれて。お礼を言いたいのは私の方だよ。こんな私を選んでくれてありがとう。絶対幸せにする。うん、絶対に幸せにしてもらう。お父さんへの挨拶緊張する。怖い人じゃないよ。翔太のことは認めてたから、絶対私たちの結婚認めてくれるよ。そうだといいけど、アンナの実家はメーカーだから、普通に反発されそうなんだよな。そんなことないよ。だって実家はお金持ちだろ。詳しくは分かんないけど、お家はかなり大きいかな。昔はこれが普通だと思ってたから、学生時代はちょっと避けられてた。そうなの？うん、そんなに怖いわけでもないのにね。あと、お金貸してって言われる。ああ、マジか。そうなの。だから大学入ってからは、自分の家のことは言わないようにした。この間まで黙っててごめんね。全然大丈夫。俺は家柄とかじゃなくて、アンナのことが好きになったから。ありがとう。パパもそこの気持ちが見えたから、翔太のこと認めたんだと思う。え、まだ会ってないのに？私が常に共有してるから。なるほど。翔太も気をつけてね。翔太自身もかなり金持ちなんだから。確かに、いつユミみたいなモンスターが近づいてくるかもわからないもんな。出たユミ。もうさすがに大丈夫だよね。うん、最後に連絡あったから半年も経つし、闇に落ちてるみたいだから大丈夫だと思う。闇に落ちてる？なんか付き合ってた男が既婚者で、向こうの嫁から慰謝料請求されて、それ返済するのに夜の店で働いて、ホストにはまって大借金になってるらしい。え、やばいじゃんそれ。大丈夫なの？わからない。もう気にしないようにしてる。確かに不運なところもあるだろうけど、自業自得の部分が多いからな。もう SNS 全般ブロックしたし、次何かしたら法的措置するってお気を据えておいたから大丈夫なはず。そうなんだ。でも失うものがない人は怖いよ。え？それこそ昔私の家によく来てたパパの友達が、途中から株で借金抱えてパパのお金盗もうとしたの。マジかよ。私は話聞いただけだから詳しくは知らないんだけど、家の前でハンマー持ってたんだって。え？通報するなら家潰すって。マジかよ。それどうなったの？もう二度と家には来ないって約束で、警察には通報しないことにしたの。あと多分少しお金渡しただと思う。え、盗んだやつに金渡したの？うん、手切れ金って名目でね。そこからもう来てないから、パパの作戦は成功したんだと思う。なるほど。なんか大変なんだな。そう、だから翔太も安心しないでね。いつ指が来るかわからないよ。わかった、気をつけておくよ。半年後。結婚してくれてありがとう。やっぱり私は選んでくれたんだね。信じてたよ翔太。でも式場とか勝手に決めないでよ。私もいろいろ選びたかったよ。でもあげてくれるだけ嬉しい。具体的な場所分かったら教えてね。は？何言ってんの？ユミってあのユミだよな。ブロックしたはずだろ。アカウント変えただけだよ。嬉しいよ結婚。大好きだよ翔太。ボロボロだった人生だけど、やっぱり救ってくれたのは翔太だった。今年は光の年になるって言われたけど、本当にその通りになったんだね。嬉しい。やっぱり先生を信じてよかった。子供は来年以降ってなってるから、とりあえずは二人の時間を過ごそうね。大好きだよ翔太。言ってる意味がわからない。挙式をするのは間違いないけど、お前となわけないだろ。サプライズのつもり？でもそういう冗談は良くないよ。私だって傷つくんだよ。頼むからやめてくれ。ユミと別れたから何年も経つだろ。もういい加減にしてくれよ。だからこそのやり直したよね。逆に燃えるよね。あの時別れてなかったらこんな風になってないもんね。頼むからやめてくれ。これ以上俺らに構うな。ひどい。私ママにも言ったからね、翔太と一緒になるって。は？ママも喜んでくれたよ。家族が増えるって喜んでくれたよ。ママを悲しませるようなことしないでね。いい？わかった。早く挨拶しに来てね。私のこと幸せにしてね。翌日。お疲れ様です。突然の訪問失礼しました。お話ししたことは全て事実です。ユミさんがこれ以上暴走しないように監視していただけると幸いです。翔太さん、この度は私の娘がご迷惑かけて申し訳ございません。昨日ユミから結婚の連絡があって、その相手が翔太さんだと知って一瞬は疑ってしまったのですが、やはり事実ではなかったのですね。はい、どこからか僕の挙式の情報を聞きつけて、自分の挙式と勘違いしていたようです。お恥ずかしい限りです。ユミも翔太さんと別れて以来かなり落ち込んでしまって大変な目に遭ったみたいです。
そこから精神科にも行ったりなどしていろいろ処置を受けてるみたいなのですが、なかなか回復の兆しが見えておりません。私たちも精一杯気をつけます。よろしくお願いします。では失礼します。はい。翌日。ちょっとママに何を吹き込んだの？外出禁止命令が出たの、なんで幸せにしてくれないの？もう最後の連絡にしたい。いいか、よく聞け。俺はお前とは別れたんだ。それもお前の浮気で。それで俺にはもう彼女がいて、その女性との結婚式まで決まってる。俺たちは幸せになろうとしてるんだ。もう邪魔はしないでほしい。なんでそんな言い方ができるの？あの時約束してくれたよね、幸せにするって。私は今どん底だよ。いつの話だよ。もう別れたって言ってるだろ。マジでもう関わらないでくれよ。やだ、幸せにしてよ。あんな女より私を幸せにしてよ。言ってたよね、あの女もともと金持ちなんだよね。だったら心配ないよ、翔太が結婚してあげなくても大丈夫。それより私を救ってよ。今心もボロボロなの、今でも借金あるの。これ以上ママとパパに迷惑かけたくないの。ねえお願い、私と結婚して。無理、これで最後の連絡にしたい。ブロックもするし、何かしてきたら次こそ警察に通報するからな。やめてよ、私は病人なんだよ、もっといたわってよ。それはもう俺以外に頼め。じゃあな、結婚式場所が分かっても絶対来るなよ。来たら容赦しないからな。1時間後。アキコさん、お疲れ様です。先ほどユミの LINE をブロックしました。まだ諦めてませんでした。もう次関わってきたらこちらとしても容赦しません。なのでしっかりと見張っててください。大変失礼しました。はい、しっかりと監視します。よろしくお願いします。1時間後。心配かけてごめん。向こうの母親にも連絡したし、これで大丈夫だと思う。そっか、よかった。それにしても大変だね。ほんとそれだよ、自分でも反省するわ。なんで翔太が復縁したいって言われた時にいろいろ言ってしまったんだよ、アンナの実家のこととか。え？いや、そんな詳しくは言ってないよ。ただその、実家が裕福だからって、ムカついてたからスカッとしたくてついつい言っちゃったんだよ。それで向こうが逆上して今回のこの騒動になったからさ。もともとは完全に向こうが悪いし、逆上するのはお門違いだよね。だから翔太は何も悪くないよ。ありがとう。もう大丈夫だと思うから、これで思う存分結婚式に挑めるよ。念のために呼んだ友達とかにはユミには伝えないようにって言ったし。うん、ありがとう。半年後。明日はいよいよ結婚式だな。うん、あれから異常はない。ああ、ユミのことか。何もなさすぎてすっかり忘れてたわ。よかった、向こうの母親からも何も来ず。そうだな、こっちが何かしらの被害受けないと俺から連絡することもないしな。そうだよね。なんか緊張してきたわ。私も。いい式にしような。うん。翌日。申し訳ございません、ユミが家にいません。何も言わず出て行ったので、そちらに向かってるかもしれません。え、どういうことですか？なんで今日なんですか？今日結婚式ですよね。なんで知ってるんですか？すみません、ユミがそう言ってましたので。かなり秘密にしてたつもりです。アキコさんが伝えたんですか？いえ、自分で調べたみたいで。 SNS やめさせてくださいよ。申し訳ございません。 GPS とかつけてますか？つけてないです。一応警察に連絡しておきますね。待ってください、まだユミは何もしておりません。ただお祝いを言いに行ったのかもしれません。そんなわけないでしょう。この結婚式壊しに来るんですよね。わかりません、とにかく警察はやめていただきたいです。そんなこと言ってられません。とりあえず今式場の方には連絡させていただきました。顔写真も見せて、この人が来たら絶対に中に入れないように、もし強行してきた場合は警察を呼んでくださいと。だから待ってください、次警察の厄介になったらダメなんです。お願いですからやめてください。知りません。では準備があるので。6時間後。あれだけお願いしてたのに、なんで警察を呼ぶんですか？ユミは現行犯で逮捕されました。それに式場前にいた方々に写真や動画を撮られてしまい、今やネットのおもちゃになっています。すぐに名前や住所の特定もされて大変なことになってます。さっきから迷惑電話が止まりません。どうしてくれるんですか？それ本気で言ってます？本気も嘘もありません、全くの事実です。
証拠をお見せしましょうか。そっちじゃないです。特定されたことに関してはネットリテラシーのなかったユミのせいですよね。なんでこっちが悪いみたいな言い方してこれるんですか。あなたがユミに対して可能性あるようなこと言ったんですよね。言ってません。ユミがそう言ってましたよ。あんな虚言癖の言うことまだ信用してるんですか。私は娘を信用します。肉親だからそう思いたいですよね。でも実際ヤバい奴だから警察には補導されますし、ネットで拡散されるんですよ。拡散されたのはあなたの監視が甘かったせいではありませんか。本当に人の心がないんですね。娘がこうなったのは全てあなたのせいです。はい。結婚をほのめかして期待させて新しい女ができたから切り捨てた。あなたは最低の人間です。浮気したのはあなたの娘です。当時の LINE のスクショ見せましょうか。今これネットに載せたらより一層思えますよ。やめなさい。もちろんやりませんよ。これ以上関わりたくないですし。でもいいですか。これ以上関わってくるならこっちも弁護士使って対応します。冗談ではありません。私も弁護士を使います。え？今回のことで非常に迷惑を被りました。慰謝料として1000万請求します。今回はっきりしました。ユミのバカは親譲りなんですね。俺らに二度と関わんな、クソ親子が。後日談。こんばんは、翔太です。この後アキコさんから1000万くれと書いた手紙が俺の会社に届きました。もちろん弁護士を通じてとかそういうのではなく、手書きのやつです。確実にヤバいやつだったので、こちらは弁護士を通して会いました。そしてユミおよびアキコが二度と俺らに近づかないように誓約書を書いていただきました。もし近づいた場合は罰金10万円を請求できる権利を得ました。話し合いの時に気づきましたが、僕らの結婚発表があったから挙式が始まるまでにユミの父親が家を出て行ったらしいです。おそらくですが、あの親子に耐えきれなかったんでしょう。それによりアキコも暴走気味になり、全てを俺のせいにしてきたみたいです。今は本当に何もありませんが、今後何もないとは言い切れません。失うものがないものが世の中で一番怖い。この伏線が回収されないような平和な毎日を送りたいものです。